ママ約束する。誕生日に毎年手紙書く。のんちゃん誕生日おめでとう。それから毎年手紙が届いた。のんちゃんにお願いがあるんです。ママはどうしてこんなお願いしたんだろう。手紙今年は何だって。今年は読まないことにした。ママに人生決められたくないから。ママに謝れ。じゃあここに連れてきてよ。どうして私は会えないんだ。19歳ののり子に、20歳ののり子に。それでも書いてほしいよ。だって約束したろ。10年前答えられなかったことを今答えます。